でね、そう、今年もね、体勢は大きく変わってないんだけど、まあ、オートバイも別に型が変わったわけじゃなくて、まあ、去年の熟成をさせ進めようという段階で初テストしたんですけど、で、まあ、今年の新しい試みは、まあ、サスペンションをね、ちょっと新しくしたりとか、変更点も何個かあるんで、まあ、それをちょっとアジャストしに来たんだけど、まあ、感触的にはまだまだかなというところですけど、であとやっぱり一番大事な自分の体、去年もやっぱり再手術してそれの復帰がちょっとまだ遅れてるんで、どうにか開幕までには、今そうだね、杖ついたりするのはないんだけど、普通に歩いたりはできるんだけど、ちょっとスポーツ選手にはまだ慣れてないんでね、ちょっと下半身をもう一回鍛え直して、ちょっと、まあ、あと1ヶ月スポーツ選手並みにちょっと戻そうと思ってます。それが課題ですね。まあ、それができれば今年は、はい、チャンピオン争いを、当然もう2年連続で僕前線出てないんで、怪我なりなんなりで、まあ、前線出て、最終戦にはそういうポイント争いしてるところにね、入れる自信もあるんで、最終戦まで楽しめるシーズンしたいなと思います。そろそろレーシングライダー加賀山幸雄の、はい、まあ、集大成って言ったらまだ早いかもしれないですけど、そうなの、まあ俺ね、タイトルがないのよ、全日本タイトルっていうのが、なんでちょそれを本当に本気で、目指したいなともずっと思ってやってきたし、まあ、今年はチャンスだろうなと思うし、まあ、安定して、ポイントを取ることも、その一個一個勝負していくわけじゃなくて、年間でちょっと戦って、1シーズンでのレースコントロールをちょっとしてみたいなと思います。